はい、どうもこんにちは、まよです。本日はお仕事を辞めた報告プラス、なんだろう、お昼ご飯を食べながら動画を撮っています。今日初めての試み、何、仕事辞めたしオフっぽく、髪いつも2つに結んでるけど下ろしてみたりしてるんだけど、どう？なんかしかもさ、お洋服変えたんだよね。ちょっと待って、見せるわ。まあ、サムネ見てもらったらわかるんだけどさ、ほら見て、服変えた。今日は別に何の報告でもなく、ただ動画を撮ってみてる、初めての試み。あ、で、髪下ろして服変えてめっちゃオフっぽくしてるんだけど、なんでこの帽子をかぶっているかって思うよね。見て、また変な光り方してんのよ、これ。治らんかった。治らないし、お寿司食べたいし、かぶっとこうかな、みたいな。おっと、あ、すごいことになっちゃった。よし、オッケー。ということで、食べます。これね、さっきスーパーで買ってきたんだけど、ネギトロ、ネギトロ巻き、ネギトロ巻き、ネギマグロ巻きって書いてあったけど、ネギトロとネギマグロって何が違うんだろうね。一緒よね。これ咀嚼音も入ってるかな、カットしよう。なんか、収入なくなるし、食パン生活しようと思ってたの。まあ、お家にお米あるから、まあ、お米は食べるけど、なんかお昼ご飯とかさ、まあ、多分食べない日もあるかもしらんけど、なんか人間らしい生活をしようと思って食べようと思ってて、なんかさ、100円ぐらいの食パンをさ、買ってきてさ、それを冷凍しててさ、トーストして食べようと思って用意してるんだけど、スーパー行ったらさ、あったんだもん。これ経費で落とそうと思って。いや、経費もなんもないんだけど今。なんか普通に経費とかないんだけどさ、経費で落ちないかな。動画として使ってるし、おいしい。なんか、ライブ配信中に食べるのは咀嚼音気になるから嫌だけど、動画だったら別に気にならん気がしてきた。カットしちゃえばいいもんね。うまっ。白状するとさ、2つ白状することがあってさ、まず1つがさ、お寿司買ってきたの忘れてパントーストして食べたんだよね。まあまあお腹いっぱい。なんか冷凍してるやつ速攻トースターに入れるとサクッとトーストできるからさ、トースターに入れてしばらくして気づいたんだよね。お寿司買ってきたんだったと思って。でもさ、正直さ、もうトースターに入れてしまったらさ、うわ、汚いことした。見られてた。汚いことしちゃった。お皿汚くしちゃった。トースターに入れてしまったらもうどうしようもないじゃない？だからもうおとなしく食べたけど、お寿司も今日までだからさ、今おとなしく食べてる。お茶持ってくんの忘れたわ。喉乾いた。なんかどう？このスタイルの動画。なんかさ、パクったの。なんかさ、VTuber はこういうことしないじゃん。お昼ご飯食べながら配信しまーすみたいな。だってさ、食べ物用意するのが大変だから。でもさ、よくやってるじゃん、YouTuber の皆さん。リアル YouTuber の皆さんはさ、リアル YouTuber?R Tuber か？の皆さんはさ、よくやってるじゃん。今日はこれ食べながら何々について語ろうと思いまーすみたいな。見てください。このネギトロ、ネギトロがしっかり見えますか？このネギトロ、トロがしっかり詰まっていて美味しいです。お醤油は私が先ほど上からかけました。いただきますみたいな。わかる？でさ、なんか恋愛とかについて語ってるの。わかる？なんか、男の子はなんとかかんとかって言うけど、まあ女子からしたら、みたいな。さ、今言ったけどさ、ごめん。正直本当に全然人の動画見てないからよくわかんないけど。なんかまあそういうイメージがあるんですよね。RTuber の特権ですよ。ご飯を食べながら配信や動画を一本作ることができる。なんか今ちょっと真似してみてる。RTuber もさ、リアル晒してっからさ、いいことも悪いこともあるのわかるの。まあ VTuber もさ、いいことも悪いこともいっぱいあるのわかる。それぞれの良し悪しがあると思うのよ。いいとこ取りしたいなと思って。いいとこ取りしてやりたいなと思って。なんか、別にサムネも、多分タイトルも、中身も、すべてが違う動画を今日は今多分作ってるんだと思う。これからどうなるかわかんないけど、楽しい？これ、需要ある？これからお昼とかさ、休憩しながら動画撮ることもできるなと思ってさ、これどう？需要ある？ご飯食べながら、なんかよくわかんないこと言ってる動画。正直、この今何分撮ったかわかんないけど、自分がなんか有益なことを喋った記憶は一切ない。ただ私は美味しいなと思いながら今お昼ご飯を食べてる。そんな感じ。いいだろう。いいだろう。
これ300円だったよ。高っ。食パン3個買えるわね。食パン3個って言ったらさ、1袋1週間として3週間分のお昼ご飯代を私は今1日で溶かしてしまった。あーやっちまった。でもなんかちょっと食べたくなっちゃって、いつもめった食べないからさ、なんかこれからニート生活が始まるし頑張ろうと思って買った。なんか間違ってる？ニート生活頑張るは間違ってるかもしれないね。いただきます。うまっ。お皿汚な。はい、なんということのない動画でした。え、別にマジでなんもないよ。なんもない、マジで。どうしよう、これ仕上がり次第ではアップするのやめるかもしれない。あ、わかった、いいのある、いいの見てて。そうしよう。ネギトラ食べ終わったからお昼ご飯配信は終わり。いいの見ててよ。さっきさ撮ったんだよ。え、髪下ろしてんのも可愛くないと思って撮ったの。見て、どう、モデルのようでしょ。めっちゃ可愛くない？可愛いと思って。何パターンか撮ったけどなんか似てるわ。そしてさ見て、怖っ。なんだこれ、怖っ。なんだこの自信満々な表情は。可愛い。格闘ポーズとかもやってたんだけどさ、なんかモデル映えしすぎてやめた。そしてうわ可愛いと思ってサムネを撮り始めたんだね。でサムネ撮ったのいいものの、別に何もやることなかったし、ネギトロ、ネギトラ経費で落とせるだろうかっていう。そもそも収益化してないから落とせないんだわ。でさ、なんかさ写真撮ってたら可愛いなって思ってたけど、動画にしたらなんか私いまいちでは。髪ボッサボサでは。でもこれデフォルトヘアだからね、言っとくけど、私色足しただけだし。これなんかでもアイドルっぽくない？可愛い。なんだこれ、可愛い。お洋服さ、私さ悪魔ちゃん描いてるんだよね。え、どう見える？見えるね。これ可愛いでしょ、悪魔ちゃん。で、正面は、迷って書いてある。欲しい？いらんか。ふぁ、それだけ。あ、もうあとネタ尽きた。終わり。やめよう。別になんもない動画でした。はい、どうもありがとうございました。え、もしかして初見さんいる？チャンネル登録してってください。あ、みんな、高評価、押す？押しとく？押しとこか。なんか、何でもかんでも押しといてくれると、まあ、正直助かるとこあっけどね。はい、以上。なんもない動画でした。終わり。おっつ、いいじゃねー。バイバーイ。あて振るわ。バイバーイ。